あ。はい。それでは、三国新戦、始めていきましょうか。いやー、寒いっすねー。ほんと寒い。もう、2月の下旬ぐらいだったら、ちょっとぐらい暖かくなってきてもいいんですけどね。本当にもう。はい。で、もう状況はもうほぼ変わりません。もう、完全になんだろう。シーズン3に向けて、流してるっていう感じ？あ？もう準備だけを進めて、みたいな。なんかこういろんなとこ見に行ったりなんだかんだして、いやー来期はこうね、シーズン3はこういう風にしよっかなーとかね、ああしよっかなーとかね、なんかこう考えてる最中ではあるんですけど、今日ましたね、これねー、参りましたね、これ。いやー、あと5時間なんですよねー。ね、出現率。ねえ、これいいね。関羽。武力高えなぁ。統率もすごいよね。でもこれ、猛角もすごいよね。まあ、猛角甲虫。あ、この辺、両もね。高尊さん。うん。ね、この辺までは星5でわかるんですけど、個人的に、王兵ねーって感じ。王兵かー、みたいな。星5なんでねって、デーフ。で、調整。陣球。しばき。そうか、しばき。はあ、しばき星5か。マニアックやなあ。まあまあ、マニアックね。で、党員。まあ、この辺はもちろん。でもこれ確率的には、かなり高いよね、これ。惹かれるなぁ。これ魅力。いや、どうしよう。もう1751円しかないし、金が。ね。どうしましょうって感じ。もうねえ、ほんとね。はい。で、一応ね、星3のランクアップ部署に関しては、揃えてますよ、今。もう204体まで来ました。まあ、こっからはね、なかなかね、まあ、集まんないのは集まんないんですけどね。え、もう状況はもう、なんも変わんないですね、本当に。で、こう、もう、関連隊。あんまり突撃もしてない感じ。本当に流してるっていう感じかな、もう。皆さんどんな感じですか、これ。今この時期。ちょっとなんか、ここら辺に全突してみる？もう。行きましょうか、もう全突。どうせだったらね。はい、ありがとう。俺らだけで十分、本当だね。見せる時、もう全突。この策を持って必勝を期す。全突。いざ進軍。全突。はい、伝突。いざ出陣戦。うわ、行った。いいね、この光景。で、やっぱり落葉あたりはね、やっぱすごいっすね。やっぱ落葉あたり。落葉でしょ。この辺、ほら、もうペケ印がすごいもん。
このあたりはやっぱり激戦地じゃない？もう。なんか、うわぁ。うわ、なんか、やってるわ。すげぇ。うわ。うわ。うわ、怖っ、怖っ。怖っ、怖っ。こんな中入り込めない。怖っ。マジすげえ。うわー、帰ろ。遠く離れた場所に。うわ、怖えー、怖えー、マジ怖えー。ほんと、もう、とりあえずね、なんかなんかあれ見た後にこれなんかすっげえ嫌なんだけど、内政でね、なんだっけ、鋳造で、こう、いいのがね、やっぱり鋳造で武器作れるようにと思って、なんかね、こう、ちょこちょここれはやってます。配列を整えよう。引くぞ。行け。え、負けてんの？ちょっと呂布残しとく？呂布じゃねえよ。かんねえ。あ、重傷かも。ねえ、ほんと恐ろしいよね。もう怖い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 。10万。すんげえ。10万ももらえんの？一撃で。はあ。金か。なんか残念な感じ。気に食わんが引くか。気に食わんがセリフがかっこいいね。新戦ねえ、まあこれでまた 2,3 時間はね、何も動きが取れないみたいな、そんな感じなんでしょうけどね。最後は序章で締めてくれましたか。でもね、だいたいねシーズン3に向けてこう育成をが定まってきました。だいぶ、もう自分の中ではもうちょっとね、公表はしませんけど、あ、これかな、これで行くかな、みたいな。まあ一応ね、そんな感じで今、やってはいます。いやー、ねー、ほんとね、もう皆さんもだいぶ固まってきてるんでしょ？まあ僕もね、ちょっとね、シーズン1からシーズン2に向けては、ほぼほぼ何も準備せずに迎えちゃってるんで、今回は最低でも星3武将をこうやって集めてるっていう、これやってるんでね、ちょっとね、これは行きたいと思ってます。今度はシーズン3に向けて。で、やっぱりね、どうしてもね、惹かれるなぁ。まずはこっちやっていこうか。まずはこれね。まずこれをパッパパッと済ませよう。いや、惹かれるな。一回だけするか。一回だけするか。ちょっと。小社寺さん、はい、はい、もういいですよ、もう消去さん、もう、はい。でもだいぶもういいんじゃない、溜まってきてんじゃない。あ、
そうでもない。これ、最後作った方がいいですよね。ここまでレベル上がるのに、やっぱりこう、時間かかるんで。どうしよう。やっぱやりますか、最後。もう、一回だけにしときます。ちょっと。どうしてもやっぱちょっとこれ、これね、一個は出てくれるでしょう、GO が。一個は。いきますよ。マジか。マジ？めちゃめちゃこれ残念な結果じゃない？これ。もうこんなもんよね。もうちょこっとやったぐらいじゃこんなもんよね。もう。もう。もうね。もう。はい。ってな感じで。一応ね、なんか23日かなんかに、なんか、リセットじゃないや。なんかあるんですよね。だから多分今週、もう3月1日付くらいからはもう、シーズン3が始まるみたいな感じで、ね、それに向けて、ちょっとね、いろいろね、計画を練っていきたいと思います。はい。いくらいでね、この辺が出てきたらね、それは苦労しないっすよね。ってな感じで。はい。すいませんでした。では、皆さん、シーズン3では、お会いしましょう。っていうか、まだ途中で何回かあげるとは思いますけど。それでは、失礼いたします。ちょっと早いですけどね。はい。失礼しまーす。